はいえっ、ー、とね9月の16日に発表になって、で、まあその晩ですよね。で、夜の11時ぐらいから、あサイト見たらね、えー、もう注文できるようになってたので、もう早速ね、9月16日の夜の日付変わる前ぐらいですね、えー、17日になる前ぐらいに、えー、注文したんですけど、えー、っとね、まあ、なかなか来なくて、 えー、今ね今日9月の28日の夜ですもう11日ぐらいかかりましたねはいようやく到着ですようやく到着ですって言ってますけど、うん、一応ね持ってきたのは黒猫が持ってきましたねてかねこれまだ見てないんでほんまに GoPro かなっていう <laughs> まあ、海外から来てるから。あ、合ってるね。合ってました。買ったのは、えー、っと、GoPro。まあ、まあいいか。とりあえず。で、バッテリー1個と、メディアモジュラーね。まあ、これ Q って書いてますけど、これシール貼ってるな。<laughs> もうパッケージ作り変える余裕がまだなかったのかな。これ、何も変えない <laughs>。 ここれれれいいるのこれ何も印刷されてないでえっ、ー、とね一応パッケージがね、えーまあ、GoPro 本体とメモリー 32GB ってこれサービス品ですよねで、えー、メディアモード、まあ、メディアモジュラーですよねとバッテリーという、まあ、この組み合わせですでこれ今回セットで買ってませんこれねこれペリ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  これねようやく引退の時を迎えました GoPro7 ずーっと使ってましたからねもうだから3年ちょい使ってるってことですよ結構状態いいでしょ一応これ保護フィルム貼ってますここもね保護フィルム貼ってますうん結構綺麗やと思うんです今までずっとねこれとあと今撮ってるのが、えー、DJI ポケット2ねこれで撮ってたんでようやく世代が交代できましたよと この辺の話ね、ちょっと先にしようか。なんでね、GoPro7 から10なんやって話ですよね。これ、ペラ、ペラ1枚あ。あの、おなじみのシール。うん、すごい。細かっ。これ、細かいな。細かいな。これ、ここ、日本語書いてるわ。うん、一応、まだ老眼じゃないから。 見える。読めるけど。これ、これ、もうちょっと音を示した方は、これ読めないですよね。強烈やな、これ。<laughs> 強烈やな。もう最近もうこの紙で読むんじゃなくて、あの、ネットで読んでくれみたいな、そういう感じですよね。はい、もうこれ本体ね。これもあれ、あ、もう、もういいこんななんや。えっと、ま、あ本体。 もうセブンからしたらセブンとエイトってあんまサイズ変わんないですよね。で8から9がこのサイズになってますよね。うんこれ散々この比較されてましたけどやっぱでかいな。なんかでかって感じるもんね。<laughs> ずーっと7使ってきた人間からしたらでかって感じ。レンズカバーもちょっと大きいんやな。こんな感じで。 はい。とえ、バッテリーね。これは、あの、これ、入ってないんで、こうか。あー、なるほどね。で、これ、あれやな。あの、セブンと同様に取れるやつね。で、これ、取りっぱなしで入れると、浮いてきちゃうわけね。浮いてきちゃう可能性があるわけね。なるほどね。だから、ここに端子、 あるから、これケーブル突っ込みたいとこやけど、蓋閉められへんから、蓋閉められへんになるから、厄介やなって感じだよねえ。これバッテリーちなみに、セブンのバッテリーとどれぐらいサイズちゃうのあ、結構一回りちゃうって感じちゃうな。一回りちゃうぐらい違うんちゃう明らかにデカって感じよね。ちょっと気持ち膨らんでるかなぁ。 もう3年使ってきてるんでねやっぱりちょっとへばってると思いますでこれ相変わらずのでこれとここなんかもうなんかざらざらなのって言こここれちょっとちょっとこうカーブかかってるなこれ使ったことないですけどねこの止めるやつねこれ止めるやつね,ややつねメディアモジュラーメディアモジュラーはもう これも九からそのままなんで何も珍しいもんじゃないかなうわテープ現状やななんか体操の箱に入ってるよなあこういう感じねあこれ一応足ついてんねやこれにも。 こうなってんのかこれこういうの考える人すごいよね, <laughs> ねなんか見てるだけで面白いでもバッテリーはもうバッテリーやろもうちょっとバッテリーとかパッケージちっちゃくしてくれとやないなんかもうアマゾンのさ過剰放送最近ちょっとマシになってる気がするけどアマゾンの前にさメーカーのこういうパッケージ 私もちょっとシンプルにしてほしいなってのは個人的には思いますけどねこんなんもペラ入ってんねんなあーちっちゃい字で書いてるわちっちゃい字でもうこれなんかアラビア語みたいなものまであんねんなすっごいなちっちゃい字で書いてるうんこれだけです あのちなみにね充電器あの3つぐらい一気に充電できる充電器あるんですけどあれは買ってませんてか今までさ GoPro7 もこの1個だけでやってきてるからねその都度モバイルバッテリーにつなぎながらみたいなそういう運用をしてましたんで、まあ、正直1個でいいかなとは思いつつ思いつつなんか最悪充電してなかったみたいな時に1個あったらいいかなっていう。 という感じです。これなな。なんんかかにういうううロッでこのあるんかもね。このなんか角の丸,丸とか違うしこの青の色の具合が若干違う <laughs> ほら色が違う光の加減っていうよりももう完全に色,色っていうかなんか素材が違うぐらいの勢いで違うこのちょっと真ん中これへこましてるけどこれ真ん中へこましてるのってこれ膨らんだ時のこと考えてるんかな <laughs> これは、そんなにへっこんでないな。うん、結構、違う、違うな。もう、こっから見たら、ほら、ここの溝の具合、全然ちゃうもんね。あちなみに、メディアモジュラーは、なんか、汚ねえな。なんか、汚い なんでこんんななっぽい、ねうん、なんかここにこうテンションかけたらバキっていきそうやなかななんかこの辺金属で作ってほしいなでこう入れるわけねなんかメディアモジュラーを使うとここのねガラスフィルムが干渉するとかって書いてあってだからこれガラスフィルムね買ってるんですけど 合ってないあのらんとこかなってこれがねなんかギリギリいやいう話であー確かにこれここ遊びない感じやなだからこうこう入れる時にここのガラスフィルムを <laughs> こう剥ぎながら行きかねへんってことやなあー確かにゆとりはないかななんかいけそうな気もするけどでも結構ぴったりくっついてんな これ最悪プラスチックやからもう,こう気持ちこう削るもありかな <laughs> なんかでも割れそうやねんなそのうちうんでこれあれよなモフモフの中にこうプラスチックのパーツが入ってるんやなほんでここにカポッと入れられるわけねこんな感じやなあーなるほどこれこのスポンジだけって 売ってるんかなこれそのうち劣化してボロボロになるよね取る時どうするのうどこで止まってんのあこの爪かこ無理やり引き剥がすような感じになるのかなるほどなこれこのモフモフあの なやろこのふわふわの毛羽立ってるやつとかもあったらいいのになこれ多分物理的には絶対風の音を拾っちゃうよなほんでねえっ、ー、とこの GoPro ね7と10で89はどうしてんって思うかもしれませんけどまあ7もねこれあの発売から半年ぐらいで買ったんですねほんでまあ半年後ぐらいに8が出たんですけども まあちょっと様子見いいやなと思いながら8のね、えー、ちょっとみんなの使用感見てたらどうもちょっと評判がよくなかったんで、えー、まあこれはもういいやろうと7は使い続けてたらいいかなっていうことでもう買わなかったんですね8は。そうしたら9はね出た時に9にね乗り換えたらいいかなと思いつつも、えー、まあ9はね結構良さげやったんですけれども今回ね、えー、GP2 ってチップがね これやっと変わりましたけど g p、まあさ最初の GP っていうチップねはずっとそのまんまやったんですよねなのでそんなに変わらんのちゃうかなと個人的に思っててでまあでもねソフトウェア的に良くなってるみたいでまあそれなりに、あのー、いい感じではあったんですけれどもなんか、うん、もう一息やなと。 でまあ、まだね、GoPro7 使えてたんで、もう一年ぐらい待ってもやろうということで、ただ、えっ、ー、と、この DJI Pocket 2を買ったんで、基本的に DJI Pocket だけでね、もうしばらくやってたんですけれども、まあ、今回、今回というか、まあ、あの、最近ね、YouTube で、快活動画をね、取り出したわけですよ。快活動画ってね、えー、ジンバルのね、 これこれ大相撲ポケットですけどこういう、えー、物理的にジンバルのついてるカメラはやっぱちょっと扱いにくいんですよっていうのもまずねこう手に持っとかないといけないと、まあ、手に持つなりまあ一応これなんかね、えー、引っ掛けてこう、まあ、肩ひもとかにつけられるアイテムもありますけど、まあ、いかんせんこれつけてるとねなんか結構ごっついんですよこれが肩のところにあると。なんで、まあ、手に持っ やってたんですけれどもお店の中とかそういう施設の中とか人多いところとかはやっぱね人の顔があまりこうがっつり写したくないなと思ってちょっと下向けたりするんですよ。でそんな時にこのねジンバルタイプのやつって結構融通効かない時があって下クッと向けたつもりが意外とこうまだ向ききれてないとかね。あの <laughs> いろいろあって、まあちょっと面倒くせえなっていうシーンがあるんですね。あと、やっぱこう物理ジンバルが付いてるおかげで、ああいうね開発みたいな狭いところで撮ると、まあ、ちょっと気使うんですよね。ここをやっぱこうなんか適当に扱われへんっていうところでね。その代わりね、このタイプはあの旅動画でね。 えー、外をずっと歩いてるとかもう広いところでねこう自分がこう歩くとかあの自転車走らせるとかね言うにはこっちの方がいいなとは思いますね。やっぱりねその物理ジンバルの良さが出てるんで,すよでまあ今回ねこういう GoPro ね快活動画でこう使い始めたんですけれどもやっぱりねセブンってまあ,あの今までの快活動画ねご覧になった方は分かるかもしれませんけど意外とブレるでしょ手ブレ。 結構画面ガタガタガタってなるし一応ね革のこう肩ひもにつけたりしてるんですけれどもやっぱねちょっとこう肩ひもがずれたたりりすすするると斜めになったりするんですねそうすると斜めにぐっと傾いてそのまま移動するとかになってしまうんでこの辺ねやっぱジンバルがついてないところの弊害なんですけれどもまあちょっとね見にくい絵になってるなーっていうのは最近すごく感じててお風呂でああいうねブレがない絵が撮れたら最強やなと。 いうことでこれですよやっと手出しましたかっこいいですねアクティベーションしなあかんねよなこれクイック、えー、全然これやな早っえーっとー日本語わ反応いいあれ韓国語になってない <laughs> ちょっと待ってずれた まだでもあれかなちょっとこれバスオフ、うん、SD カードか PPP ピピピってめっちゃでかいなこのオープニングのこの絵が意外とかっこいい反応いい反応いい更新が必要ですかこれね これどんなやつのこれだから成分がくっついてるんやけどカメラ追加かあブ Bluetooth あゴ GoPro 見つかりました結構サクサクしてるなこの付属のケーブルも短いな 30cm ぐらいやなこれあっ 30cm はいる 3045ぐらいあ,あちゃんとあるやな SD カードしょうもないの入れたらこの出てくんなえー、ってかもう結構熱いで <laughs> 結構熱々やでカラーこれがあれかナチュラルフラットってやつやないつもねセブンはあの GoPro カラーで撮ってるんですけど今回からナチュラルでいってみようかな 電子ボリューム。電子ボリュームって切られへんのかなあ、これあれか。GoPro7 の、一応動画再生的に、ね。これ前言った買い方やもんなあ。電子音のオフってここで普通にできるわ。はい。まあなんかそんな感じでいろいろね、また設定は見ていきますけども、まあ以降ね、 えー、開発動画に関しては少なくともこの GoPro10 でね撮っていこうかなと思ってますんでね是非、えー、チャンネル登録していただけたらなと思いますまあ機会があったらねまあうーんどうせあれかあの7からなんでねもう比較動画とか撮ったってしゃーないかなと思うんでもうねこの辺のレビューは いいかな。もう以降の動画を見ていただいて GoPro10 の良さを感じてもらうみたいな、まあ、そういう感じでねいこうかなと思いますので、ね、よろしくお願いします。それでは。